もナムチンです。スターオーシャン2やっていきます。よろしくお願いします。さあ今日はオペラの必殺技ランキングやっていきます。オペラは10個の技があります。10位から1位まで発表しますね。それでは行きましょう。それではオペラの必殺技ランキング第10位、フォトンプリズンですね。まずダメージが低いです。一発当てて1万から1万5000とかなり低め。そしてブレイク技なんですけども、そんなにブレイクさせることはありません。で、特殊効果で行動停止っていうのがあるんですけども、ほんの少ししか動きを止めない。これ3秒ぐらい止めればよかったんですけどね。それでは9位、スプレッドレイですね。全てを当てると6万ダメージぐらいなんですけども、全て当てるのは難しいと思います。そしてブレイク技なんだけども、そんなにブレイクしない。これね、ジャンプして打つのが良くないと思うんですよね。その場で打てばよかったんだけども、ジャンプしちゃう。ジャンプするのでキャンセルされる可能性が高いんですよ。それでは8位です。8位はレーザービットですね。全て当てると10万ダメージとそこそこいいんですけども、直線上なんですよね。全てを当てるのはちょっと難しい感じです。続いては7位。7位はフレームランチャーですね。距離によって技が変化して、だいたい7万から10万のダメージを当てます。で、範囲が狭いのでそんなに使いやすいやつではありません。火属性弱点じゃないと使わないかな。それでは第6位、コールドウィンドですね。全部当てると12、3万とそこそこダメージを与えることはできますけども、範囲が狭い。これも水属性弱点じゃないとちょっと使う気にはならないですかね。続いては第5位、ライトニングブレッドですね。距離によって技が変化して、近接でも遠距離でも結構使いやすい技となっております。でも早いですし、全て当てると15万以上のダメージを出すことができるので、これは属性弱点じゃなくても使いやすいと思います。次、第4位はヒールスターですね。攻撃ではなくて回復技です。呪文に比べて出が早いので、これめちゃくちゃ使いやすいと思います。まあ回復量は呪文の方が上なんですけども、全然一発で5000とか回復しますので十分使っていけます。連発できるっていうのがいいですよね。それではオペラの必殺技ランキング第3位です。第3位はアルファオン1ですね。原作ではこの技がめちゃくちゃ強かったらしいんですけども、リメイク版でも結構強いです。全て当てると10万ぐらいのダメージなんですけども、追尾しますのでほぼ全て当てることができます。これは本当に使いやすい。リンクコンボで使ってください。それでは第2位です。ハイパーランチャーですね。全て当てると30万超えるダメージとかなりダメージを与えることができますけども、直線上だしちょっと長いんですよね。なので全て当てるのは難しいんだけども、後ろからピュン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 打ってくれると結構いいと思います。それではオペラの第1位です。グラビティシェルですね。ブレイク技でものすごいブレイク力を持ってます。そして引き寄せの能力が強い。もうオペラはこれを打って支援してるだけでいいと思います。もう2つ入れてくださいね、リンクコンボで。はい、ということで今日はオペラの必殺技ランキングでした。ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。